皆さん TikTok とか見ますか？ウェザーニュースライブでもね、公式 TikTok アカウントがありまして、たまにキャスターがこう撮ったりしてるんですけれども、お天気や、ね、気候、自然に関するものをテーマに撮ったりしてるんですけれども、私個人的にはあんまり TikTok を見なくて、その趣味として見ることはないんですけれども、どうなんでしょうね。でも今本当に中高生の方とかはもう TikTok が一番メインの SNS だったりするらしいですよね。なんか私たちの時代だと結構インスタ教えてって、友達、新しく友達になった時にインスタ教えてっていう風に言ったりするんですけど、もう今の中高生は TikTok 教えてって言ったりするらしいですよね。そう、もうどん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 変わっていくんだなと思って驚いているんですけれども、あ、踊ります？TikTok といえばこれのイメージなんですけれども、古いですか？もしかしてだいぶ前そう、食べたいって言ってるやつあ、懐かしい、そんなに前なんですね今は何なんだろう。でも妹がそれこそ中学生ぐらいの時に、もう妹が TikTok を撮りたいっていう時期だったんですよ。で、私が福岡に帰省するために TikTok 撮ろうって言われて、その時は何回か付き合って撮った気がしますね。どんなのだったかな、なんか、どんなのだったかなみたいな全然覚えてないんですけどそう、ありますよねみたいなとりあえず妹を真似て撮った思い出がありますねそう、可愛い妹なんですよそれが TikTok の唯一の思い出かもしれないですねということでね、代金プレゼンツの話からTikTok のお話になりましたが、この先もウェザーニュースライブムーンとアベマでは代金空気予報をお送りしていきますので、ぜひご覧ください。